化けてほしいと。で、化けてっていうのは人によって全然この人間強み弱みとかタイプが違いますので、どう化けるかっていうのは種類が違うと思うんですけれども、その人が持ってる潜在能力をまずリアルコムという会社で最大限発揮できるような、そういう仕事をしてもらいたいなと思ってます。で、まあそのためには当然本人レベルではやっぱり手を抜かず日々こうベストを尽くしてやっていってもらいたいし、でかつ一生懸命頑張るだけでなくて、頭を使ってですね、こうこうこういうふうにやればもっとうまくいくやろうとか、あるいは上司に対しても私にこういう環境を与えてくれたら自分はもっと活躍できるんだよっていう、そういうアピールも含めて、工夫をしてですねやっていって、もらいたいなと。で、結果的にはそれをやってもらえれば多分その人は日々非常に楽しく、生き生きと仕事をできるだろうし、その結果としていろんな成功体験を積めると思うんですね。まあ、ちっちゃい成功体験もあれば、ものすごい大きい成功体験もあるんだけれども、それをこう自信にしていくような、そういう仕事のやり方をしていってもらいたいなと思いますね。やっぱ最後は絶対人になりますんで、やっぱ会社のブランドであるとか、っていうのは非常に重要ではあるけれども、どんなにブランドがある会社でもこう自分と接点を持った人があまり、いい人でなければやっぱり残念だなと、あんまりやはりこの会社とあんまり付き合いたくないなと思ってしまうわけで、まあ、やはりこの場合はそのブランドもまだ全然弱いわけで、そういう中でやっぱ頼るのはこう一人一人の人が、まあ、営業の現場なのか開発の現場なのか、いろいろそれぞれの皆さんが、やっているその現場でですね、その対するお客さんだったりパートナーに対してですね、あ、この会社っていい会社だなと思わすような、そういう行動してもらうっていうのも一番重要ですので、やっぱそこでぜひそういうふうにオーナーシップを持ってやってくださいというのは、まあ、これ願いとして言い続けてますね。